パリ協定を契機に脱炭素経営に取り組む企業が世界的に増加しています。特に世界中で資金、ビジネスが脱炭素化に向かう中、企業にとって国際的に通用する取り組みが求められています。気候変動に関する影響や取り組みの情報を開示する TCFD、 パリ協定が求める科学的根拠に基づいた CO2 削減目標 SBT、 それに事業活動に使う電力を 100% 再生可能エネルギーで賄う RE100、 これらに取り組む日本企業の数は日々増加し、世界トップレベルとなっています。トップが語るカーボンニュートラルに向けたメッセージ、そこには脱炭素経営に取り組むことで生まれる意外なメリット、野心的な経営戦略がありました。広がるカーボンニュートラル、トップが語る脱炭素。世界のスポーツ用品メーカーで初めて2018年に SBT 認証を獲得、2019年には TCFD に賛同し、2050年までに CO2 排出量実質ゼロという目標を掲げています。私たちはそのようなリスクの低減に先進的に取り組むことが企業価値をより高め、自らの持続可能な経営環境を切り開くと考えています。2030年までに自社の事業所や物流センターで使用する電力を 100% 再生可能エネルギーに転換することと、グループ全体の配送車両を全て EV 化する目標を掲げ、2017年 RE100 と EV100 に同時加盟しました。早い段階で脱炭素に舵を切ったことで非常に注目されました。流通業一社の力には限界がありますが、脱炭素経営を宣言したことで大変多くの企業と新しい構想の検討を進めることができるようになりました。 SBT イニシアチブの 1.5 度目標に分類されている企業として、設備の更新時には省エネ性能の高いトップランナー機器を採用し、太陽光発電の導入や水力発電由来の電力使用などによる再エネの導入も進めています。今や企業の持続可能な成長と地球温暖化対策への取り組みは切り離すことができません。脱炭素社会の実現に向け、当社が製薬業界をリードしていくことで、サプライチェーンを含めたより多くの企業の取り組み強化につながれば大変喜ばしいことです。 TCFD 提言に基づくシナリオ分析で気候変動による影響を調べた結果、地球温暖化により体調不良や熱中症になる人が世界で拡大する可能性が高いことが分かってきました。免疫維持をサポートするプラズマ乳酸菌や熱中症対策の清涼飲料など、我が社の製品を通じてこのような課題に応えていくことがヘルスサイエンス事業の成長にもつながると考えています。今後も気候変動が事業に与えるリスクや機会について分析と対応を進め、積極的に情報を開示していきます。今アフターコロナの新しい世界に向けて、より環境に良い方向へ復興しようという、まさにグリーンリカバリーの考え方も広がっております。こうした変化に適応するため、東工は2020年10月サステナビリティ方針を制定し、サステナブルというキーワードを取り入れた経営を行っていく決断をいたしました。脱炭素化の取り組みは短期的な業績には現れにくいものの、中長期的に見れば経営基盤の強化や企業価値向上につながり、必ずメリットがあります。脱炭素の取り組みについては世界標準に基づく意思表示が重要だと考えています。2018年には
世界の化学業界に先駆け SBT 認証を取得。2020年には温室効果ガスの2050年排出ゼロを宣言しました。気候変動で不都合な未来が現実にならないよう、我々が作り出す製品で脱炭素社会の礎を築いていく。その思いが幅広い事業を一つに束ね、サプライチェーンとの連携も強固にすると考えています。社会課題の解決が評価され、事業が拡大し収益につながる。脱炭素経営は持続可能な企業の原動力になると考えています。生命保険事業はご契約者から保険料をお預かりし、ご家族、特にお子様やお孫様の世代に保険金や財産をお渡ししていくという、今の世代と次の世代の橋渡しを担う仕事と考えています。当社が資産運用等を通じて行う脱炭素化への取り組みも同様と考えます。 RE100 に国内の生損保業界でいち早く加盟しました。全資産の投資判断に ESG ファクターを導入し、脱炭素化に向けたアウトカムの創出を目指します。まっすぐに真っ先に気候変動問題の解決に挑戦し、貢献していくことで今と未来の橋渡しをしっかりと担い、社会にとって必要とされる企業であり続けたいと思います。当社は2017年に日本の建設業界で初めて SBT 認証を受けました。こうして当社が脱炭素に向け精力的に取り組むのは、 TCFD 提言に基づくシナリオ分析で平均気温の上昇を 1.5°C に抑制する社会の実現を目指すことは、当社の事業活動の上でも大変有益であることが確認できたからです。事業として脱炭素に力を入れて取り組むことで、レジリエントな社会や企業を同時に実現することができると考えています。私たちは未来をつくる建設グループを目指しています。2017年に SBT イニシアチブの認定を受けました。環境投資を積極的に実践し、サプライチェーンと一体で脱炭素推進に取り組むことを経営のコミットメントとしてアピールしています。 CDP などESG 評価機関から高い評価をいただくことは、当社の企業価値向上に貢献するものです。企業の存在意義は社会への価値提供にあります。次の世代への責務として脱炭素経営を積極的に進めてまいります。2019年、電力と燃料の脱炭素化により2050年までに使用エネルギーに起因する CO2 排出量ゼロを掲げ、 RE100 に加盟しました。こうした電力と燃料の脱炭素化という当社のアプローチを世界に提示し、脱炭素社会の実現をリードしていきます。地球規模の社会課題である気候変動が深刻化する現在、脱炭素経営の取り組みは国際的な信頼の獲得につながっていると捉えています。企業にとって大きな成長にもつながる脱炭素化の取り組み、その手法は企業の数だけあります。さあ、あなたの企業でも未来に向けた新たな挑戦を始めようではありませんか。